本日は訳あって枯れました、はい、スナックエンドウ、うん、これじゃないやん、これちゃうよ、ちゃうんかこれ、うん、これ薄いエンドウです、はい、スナックエンドウはあっちで枯れてます、はい、あとおまけ訳あってほうれん草芽が出ませんでした、それそっち、はい、今日も明るく楽しくバカっぽく自然薯マンは頑張ってます。こんにちは。こんにちは。どうも。自然薯マン1号です。マンゴーです。イエーイ。イエーイ。本日は訳あって枯れました。スナップエンドウ。はい。枯れてないやん。の、めっちゃすごいやん。これ薄いエンドウ。あ、これ薄いエンドウね。スナックじゃないです。はい。てかもう膨らんでんねん。すごくない？ほら、これちょっと待って。おお、取ってみる？中割ってみる？割ってみる、割ってみる。うん、どうぞ。おお、いい感じ、いい感じ。めっちゃいいじゃん。え、取れるじゃん。もうこの辺なんか白くなってるからな。うん。うん。え、めっちゃいいじゃん。こうやって。ほらほら。ちょっと若いけどな。ちょっと若い。うん、あ、でも。でももうええ感じじゃない、ねえ。うちの娘好きやから。子供大好きだから。お家用にちょっと取って帰ったら。そうだね。うん。まあね、ほんまは取るときはね、この、ここのな、この額のところをこう、ね、チョキンと外して、ね、うん、こんな感じにするってね。ね、うん、これがついてると、もう袋詰めすると汚く見えるからね。うん、まあ、これ薄いエンドウなんですけど。これ薄いエンドウ、はい。薄いエンドウはね、関西人大好き、はい。大阪のおばちゃん大好き。はい。まあ、色がちょっとね、グリーンピースより薄いんです。薄いんやね、うん。だから薄いエンドウではございません。はい、これは羽曳野の薄い村やったっけな。おー。その辺が原産なんで薄いエンドウ。そういうことだよね。うん、で、もう今はね、和歌山は結構いっぱい作ってるよ。そうやね、うん、和歌山、京都、滋賀、奈良、兵庫、まあ、この辺みんな作ってます。あ、そうなんだ、はい。関西地区全部作ってます。何してんのよ。ここママのここになんかこの鶴がさ、そうそうピヨーンってなってる。見えると思って。なんか目がより目になって一生懸命見てるから。何見てる。何してんのよ。前は薄いエンドの話やんか。そう、だからスナック行こうよ。そうね。だからスナック行きたいんですけど、スナック行くの大変です。そう、結構なすごいことになってる。ジャングルになってる。やばくね。その辺ちょっと枯れてるけど何ついね。そうやね。ちょっとはね。うん、あ、でももう取れるよほら。取れる？やばくない？ほら結構。取って帰らなあかん？もうでも時間がないね。まあ、大豊作の予感やなこれな、ね、これちょっと今までにないぐらいのなあ、うん、まあこれ入られいられどないすんのこれ下あれ糸はわしたのにガーやったけどな、うん、もう入られへんあかんなまあまあまあとりあえず、まあ、スナック行こうかスナック行こう、じゃあ去年10月に種まいたじゃん10月に種まいて、うん、あのちょっと早すぎたかなと思ったんやけど、うん、だから山の方のさダムの方、うん11月中旬ぐらい種まいたやん、うんうん、あっちまだこれぐらいやん背丈全然全然、うん、こっちめっちゃ大きなってるやんねえママここ外れてるもんほんまだってこのキュウリの支柱のところまで行ってるもんね、うん、なあでこっちよはい本題にいいかな本題にでもスナックもできてるんやねはい見てこのここのさここのさおお、はい、右側スナック、はい、左側薄いエンド薄いエンドやっぱ背丈も違うし、うん、スナックできてるやんまだできてはいるまだ取りよこれあごめんや取らなあかんな、うん、できてはいるねでもふかふかやはいこんな感じです訳あって借りましためっちゃ枯れてますその訳とは知りませんいや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 あそうじゃ寒かったんじゃないやっぱ今年は言うななんでそれが正解や今年寒すぎたやんだからほら薄いもちょっと枯れてるとこ枯れてるよなそうだね中もう枯れてきてるよ、うん、茶色いとこあるよね見えるか今年えらい特徴的なのは冬寒すぎて枯れました枯れました、はい、ところが春暖かすぎてもう豆ができてます、うん、あ確かに薄いもそうやしスナックもそうやし、うん、薄いもできてはいるんだよねこれスナックよあ、うん、これスナックよこれスナックやろ、うん、お前薄い言うてスナック言うてよ薄い言うた薄い言うたよお前、はいこれ証拠残ってるわそりゃそうやだから春早いの、うん、だってここらでな、うんうん、薄いエンドウな、うん、5月でも早いんやねここら知ってるあそうか田植え前やから、うん、大体だから大体な今時期ぐらいからここらほら泉佐野の海の方からできるね、うんはい、で山の方にだんだん上がってくる、はい、でうちら山の方やから結構遅い、うん、遅い、うん
だから5月の中旬から下旬ぐらいにピークで取れるようになるね。6月下手したらかかんね、うん。今度はもう4月から取れるやん。なあ、ちょっと逆に早すぎるな。早すぎ早すぎ。だってまだ直売所あんま出てないよ。ちゅうかタイトルは訳あって枯れました。枯れの方がメインや。薄いの話。薄いの話はどっちでもええねん。いやいや、でもどっちでもええことない。でもほんまほら枯れてんで。枯れてる、めっちゃ枯れてるやろ、うん。なあ、失敗しました。うん、でもまあまあこれ残りほら。数植えてるから、うん、取れるで、取ってやそうだね、取る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 明日取って、明日か明後日か取ってうん、取る取る取る、うん、帰って、あの一回パパ帰ってまた取りにくいよ何でよ明日出すもんないしあ、そうだうんまあ今取ればいいやんまあでも、うん、まあはいはいうんまああと30分ぐらいいけるけどそうだね、うん、まあ、ハサミあるなうん、うん、一緒に取るかまあまあまあええんか、うん、どっちでも、まあ、どっちでも、はい、どっちでもまあ、ということでね、はい、今年は天候ですな、すべてはな、うん、で天候で、やっぱり寒さに負けましたああ、はい家、世間に負けたん、はい、知らんなんかの歌やな昭和枯れ続きわからん古すぎるな、パパが小学校の時そんな古いんかで、ねでもね、ほら、このスナックは枯れたけど、薄いは枯れなかった。はい。ね、場所はこっちの、ここの辺日当たりがいいから、うん、場所は関係ないと。そうだね。だから多分種類やな。種類やな。スナックの方が寒さに弱い。まだ弱かったんや。でも結構スナック枯れた言うてる人多いもん。おい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 。でも薄い枯れた言うてんのはあんまりおらん。あ、確かに。うん。あんまりおらんとか聞いたことない。あんま聞いたことない。うん、薄いは枯れません。はい。スナック枯れました。枯れました。まあ、ちょっと向こう行ってみる、はいはい、行ったところでやねん。うん。ていうかさ、薄いもちょっと枯れてるのよね、下の方な枯れてはいるのはあるよ、確かにちょっと茂りすぎかな確かにいや、どうなんだろうねほら、草だらけだ、草抜いてないもんねうん、途中で終わっちゃったもんね、うん、やっぱこれ歩かなあかんねんね歩いたら草ねそういうことねほらおお。出るのはなんかあんねんねうんネギボードも取っとく中入られへんのがきついなすごいジャングルおう向こうの方が膨らんでるな、身はな、うん、やっぱり日当たりがねうん今年エンドウ豆すごいなすごいねでもうちですごいってことはみんなすごいから今年は安いんじゃないだよね、多分ねそうなるよねうん、と思うわこれものすごいムラがあるからなその年によって出来不出来アホみたいだからな博打みたいだよね、うん、だから嫌いやねだからしばらくやめてたやろ、うんうんうん、でもみんなが好きって言うからしゃあないから、うん、久しぶりに作ってみたらそうこんな感じになったこれなかなかないでこんだけのなないねうんないないない、うん、じゃがいもが出てきてるよいっぱいあ植えたからねうんこの辺じゃがいも植えたなネギとジャガイモはコンパニオンプランツでいいらしいですあ、これいいんだねそう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 だからもうネギ取るのやめたからさうんこのネギの間にもジャガイモ何個か植えたよ出てきてると思うやけど出てきてるやんこれママ刺したんかうん、刺したのもあるあ、これあのママがあのそうそうそう目かきしたやつを刺したらしい目かきしたやつ刺したよこれこの辺ジャガイモ出てるよあ、おじそ、青じそも出てきてるあ、おじそ、青じそ何の話やジャガイモ出てきてるお前やなエンドウ豆の話やなそう、まあ、じゃあ話が脱線したついでにおまけコーナー行くか、はい、おまけコーナーはい、うん、久しぶりに、はい、おまけコーナーイエーイあのねエンドウ豆の隣にほうれん草種巻いたんですよ、はい、行きましょうおまけコーナーです、はい、ほうれん草ですないないあおったあ影が映った。なんじゃ？影が映った。うん。ほうれん草です。あ、出てる出てる。そっちもほうれん草です。ないです。何が起きたんこれ？わけあって、はい、芽が出ませんでした。芽が出ませんでした。はい、理由は、はい、種が古かった。種が古いとこうなる。去年の種まいた。うん。あかん。去年まいた時はいっぱい出た。うん。今年まいたら去年の種なだけに。出なかったやっぱあかんねんな去年の種は去年撒いた時は去年の種じゃないから
芽が出たの。うん、分かる、うん、だから去年の種を今年まいたらそれは去年の種やから、うん、芽が出んかった。すごいな。いやこんなに違う。ねえ、露骨やね。ねえ、ね、ほらもうめんどくさいからって除草剤まけへんかって、うん、いっぱいあの雑草が生えてきました。そうね。だってもう、うん、種まいた後雨降ったし水も大丈夫だよ。あ、全然大丈夫よ、ねえ、うん、発芽条件は良かったよ。全然大丈夫。まあ、もうここはあのそうね、あのゴールデンウィーク前に耕して、はい、畝を立て直して、はい、水なす植えます。はい、はい、諦めます。ね、いろ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 起きます。やらかしましたな。そうだね。まああのだからせっかくやからうちで食べればいいんじゃない。うん、食べる食べる。うん、そんなもんやったらな、うん、もうあのあ、トマトリ新規収納塾、はい、塾生の皆様に業務連絡。業務連絡、はい。ほうれん草欲しい方どうぞ取りに来てください。あらま。食べてください。あらま。これな、あの売る分には大した量ないけど、一軒一軒食べる分には確かに結構あるよ。十分、十分ある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 。まだ背丈ちっちゃいけどね。そうだね。抜いてみるとね、まだこんなもんや、ちっちゃい。ちっちゃ。ちっちゃいけど、これでも全然柔らかくて美味しいよ、ね。茹でて食べたら美味しい。ね。ぜひぜひお持ち帰りください。はい。なんのこっちゃ。はい。まあということでね。はい。分け合って枯れました。はい。スナップエンド。分け合って芽が出ませんでした、はい、ほうれん草、はい。まあ、うちの作る野菜はいつも分けありです。です、分けありです。かんやん。うまいこと言ったと思った。うまいこと言えてないよ。見切り品ってこっちゃ。あ、そういうこと。お勤め品やで、はい、一生懸命働いてお勤めしてるから、はい、お勤め品しかできません、はい、なるこっちゃ。はい、終わりです、はい、それでは皆さん、楽園の枯れないように祈っております。さようなら。